愛犬を不幸にしている絶対 NG なお世話、あなたの愛情が寿命を削ってる。手作り食にこだわりすぎる。愛犬の健康のために市販のフードじゃなく手作り食を頑張ってるっていい人もいてるやろうな。余計な添加物を避けて新鮮な食材を与えるって観点から言えば、手作り食はもちろん理想的やねん。でも手作り食で栄養バランスを完璧にするのはプロでも難しいねん。犬の健康な体維持に必要な栄養素を過不足なくバランスよく摂取させるって意味では、手作り食にこだわりすぎるのは逆に命取りやねん。手作り食そのものを否定してるわけじゃなくて、毎食手作り食にするんじゃなくて、たまには市販のフードも取り入れながら栄養バランスを整えるようにした方がいいよって話やから、食のことは柔軟に考えてあげてな。どこにでも連れて行く。可愛い愛犬とは片時も離れたくないって思うのが普通やんな。でもだからといっていつでもどこにでも愛犬を同伴するっていうのは過剰なお世話やねん。愛犬とあなたとの距離が近すぎると、犬はあなたから少し離れただけで極度のストレスを感じるようになってしまうねん。少しのお留守番でも吠えたり物を壊したりの問題行動を起こすようになってしまうねん。こんな状態を分離不安症って言って、最近は問題が深刻化してるんやで。分離不安症は問題行動だけじゃなく、下痢、嘔吐といった身体的な症状も引き起こすねん。また災害避難時とか、いざという時にあなたと離れることができないと、犬も人間もストレスになってしまう可能性があるんやで。箱入りで育てる。まだ小さくてあどけない子犬にとって、外の世界は危険ばかりに思えるかもしれへんな。可愛い愛犬が危ない目に遭わないよう、ドッグランやお散歩で他の犬に出会っても近づかないように配慮し、知らない人には触らせないようにし、箱入り娘、箱入り息子に育ててしまってない。頼りないように感じる子犬の時期やけど、この時期は社会化期、かっこ3週齢から12週齢、かっことじって呼ばれる大切な時期やねん。この時期になるべく多くの犬や人と関わりを持つことで、他の人との距離感や関わり方を学んで成長していかないとあかんねん。この時期に危険を避けて箱入りに育てすぎたら、他の人や犬との上手な関わり方がわからないまま成犬になってしまって、逆に危険に身をさらすことになってしまうんやで。シャンプーを頻繁にしすぎる。愛犬の健康を保つためにも、また周囲から愛される犬になるためにも、身体的な綺麗を保つのはめっちゃ大切なことやねん。体の衛生状態が悪化したら、皮膚炎などのトラブルにもなりやすくなるし、体の異変を匂いや汚れで見落とすってことも起こりえるねん。だからといって人間と同じように毎日お風呂に入ったらいいんかいたら違うねんで。シャンプーを頻繁にしすぎると犬にストレスがかかるのはもちろんやけど、皮膚の健康を守るための最低限必要な皮脂まで洗い落として、かえってトラブルになりやすくなるねん。犬種や年齢にもよるけど、シャンプーは月に1回程度でいいんやで。まとめ。手作り食にこだわりすぎる。どこにでも連れて行く。箱入りで育てる。シャンプーを頻繁にしすぎる。人間でも同じやけど、何をするにも、やりすぎは毒になってしまうんやで。